応用地質学は地質学の立場から社会的な問題に対して研究を行う応用科学のことである。社会の情勢から求められる事柄によって研究される分野が変化しうる。小出は応用地質学の一番大切な課題は地表面が常に繰り返している変化を人間生活との関連において捉えることとした。これについて高橋は1950年代は 交渉学や土木地質学が応用地質学とほぼ同義であったことに対してこのような枠を超えようとした小出広氏の試みであると評価している。ここでは主な応用地質学の分野を示す。交渉学は資源工学の分野でもあるが応用地質学についても含まれうる。土木地質学は 地下資源などの活用を除いた土地利用のための応用地質学分野の一つであり、地質学の立場から土木工学に対して貢献を行うものである。土木地質図の作成などを通して支援を行う。岩盤力学は断層や集極などの地質構造に対して主に材料学や力学的アプローチを持って研究する学問のことであり、地質工学と関連が深い。 近しい分野に岩石工学が存在し、これは岩石の変形等の研究分野を含む、ありがとうございます。